力を気にせず外に出てられるっていいわ。ねえ、ここの名物ってなんだっけ？食べに行こうよ。いいんだけど。まずはギヌーマのアカデミーにご挨拶するのが礼儀ですの。で、ギヌーマの人に一番おいしいとこ案内してもらえばいいじゃん。あ、それもそっか。ご納得いただけまして、では参りましょう。やっぱりクナグバと雰囲気違うね。都市の特色が出るのですね。確かに雰囲気は全然違うけど、これは何だろう。ぼーっとしちゃってどうしたの？疲れた？ううん、大丈夫だよ。心配してくれてありがとう。全然違うのに、なんだかクナグバのアカデミーと同じ感じがするの。ごめん、私わかんない。どんな感じなの？あのね、暖かくて安心できて包まれてる感じ。気温が暖かいとかそういうのじゃなくて、お風呂、違うかな。で、私何が言いたいんだろう。ごめんね、うまく言葉にできなくて。ただクネグバと同じ感じがするの。そりゃ同じアカデミーなんだし、そういうもんなんじゃないの？うん、そうかもね。きっとそうだね。悪い感じじゃないんでしょ？ならいいじゃん。うん、君たちが学外演習に来た子だね。あ、はい。ようこそギヌーマへ。私はここの代表をやってるアイリーン。よろしくね。よろしくお願いします。うわー、代表がお出迎えなんてすごい。君たちはクナグバからのお客様、ゲスト選手だもん。当然のことだよ。それに対戦相手の顔は真っ先に見ておきたいでしょ。え、あなたが？そうだよ。そういう意味でもよろしくね。あ、はい、頑張ります。笑顔が硬いぞ、メイ。メイの人見知りは今に始まったことではありませんの。人見知りなのはお互い様でしょ。何かおっしゃいまして？ううん、別に。自己紹介がてら食事でもしようか。一番おいしいとこね。うん、期待してくれていいよ。でさ、食事が終わったら早速バトルしてみない？え？喜んで。食後の運動にはちょうどいいかな。うわ、余裕だね。お手柔らかに一つよろしく。私、研究者見習いですの。ギヌーマの研究者コースの皆様とお話しさせていただけると嬉しいですわ。もちろん、バトルの後になるけど、それでもいい？ええ、お世話になりますの。それじゃあ案内するよ、行こう。メイ、心の準備はできてる？うん、力まないで。ほら、深呼吸して。準備はいい？うん、よろしくね、フィア。おう、それじゃ正々堂々楽しもう。さあ、ごめんね、フィア。私のせいで負けちゃって。いや、リアーネ先生は励ましてくれたけど、やっぱり私なんか全然ダメなんだ。そんなことないって。いつもそうなの。他の子の足を引っ張ってばっかり。私、全然あなたの力を引き出せない。うん、だからさ、
私と一緒じゃフィア全然楽しくないよね。クナグバに戻ったらリアーヌ先生にお願いしてバリーを解散してもらうから本当にごめん。聞けーキャン。さっきから聞いてればグダ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 と。ああ、うざったい。あんたと私はバディなの。負けたのは私の責任でもあるでしょ。でも…でもじゃない。マスターのあんたをフォローできなかった私も悪いの。自分が悪いって言ってれば全部